お、これね、もう洗いまくってるからね、縮んでるんでね、よいしょ、大丈夫かな。ほ、よし、ほ。おはようございます、たぬきちでございます。今日はですね、こちらのふんどし、じゃじゃん、まあ、白ですね。はい、ということで、今日はこちらの白の六尺ふんどしを締めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。やっぱりね、六尺ふんどしといったら白だと思いますので、まあ今日は白のふんどし締めていきます。でまずですね、じゃじゃん、端っこを加えていきます。こうやってね、端を加えまして、ふんどしを股に通していきます。よいしょ、ほっほっほ、これね、もう洗いまくってるからね、縮んでるんでね、よいしょ、大丈夫かな。ほ、よし、ほ。OK。 はい、こうやってね、垂らしていきます。で、長さ見ますね。後ろ回っていただいて、これだとね、ちょっと短いんですよ。なので、ちょっと長さ調節します。よいしょ、こうやってね、自分の長さに調節していただいて、よいしょ、これぐらいかな。そうですね、これぐらいですね。はい、これぐらいの長さになりましたら、上からかぶせてですね、下から上と上げます。で、ここでキュッと引っ張って、テンションをかけてください。あとは左の横蜜に1、2、3回とねじれば緩まないです。3回以上、ねじれれば大丈夫なので、目安通してください。そしたらですね、こうギュッとギュッとね、引っ張っていただいて、で下に通していきます。こうやってね、下に通して、股に通してですね、よいしょ、股に通していきます。はい、そしたらですね、左から右に行くときに縦蜜に通していきます。1、2、3回、これも3回ぐらいね、巻いてください。最後に左の横蜜に1回通した後ですね、右側に1、2、3と締めていただければ完成でございます。で、前もね、ちょっとこう三角形を整えていただいて完成でございます。いかがでしたでしょうか。で、白の六尺ふんどし、前はこんな感じでございます。じゃん、横ですね。で、後ろとなりますね。やっぱりなんかこう、白の六尺ふんどしはなんかね、こう気合が入るというか、引き締まって見えますので、やっぱなんか、まあなんだかんだ言って一番かっこいい形なんじゃないかなと、かっこいい色かな、じゃないかなと思っておりますので、もしよろしければ締めてみてください。そしてたぬきちチャンネルではですね、この六尺ふんどし500円で販売しております。もしよろしければベースショップから購入いただければなと思います。500円で買えるのはお一人様1回なんですけれども、はい、ということで本日もね、動画視聴ありがとうございました。いいねと思ったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それではまたどこかでお会いいたしましょう。たぬきちチャンネルでした。またねー。よし。